ともやテニスチャンネルのトメンです。MJ です。はい、今回は新作プロスタッフ、いろんなシリーズ一比べていこうと思います。はい、はい、では MJ 説明を。3機種、ございます、はい、まず、97ですね、はい、あの比較動画もさせていただいたんですが、新作と旧作で97やっております、はい、でもう一つが 97L ありますね、軽い方ですね、はいはい、で新作というかこう新モデルになります、はい、プロスタッフ X じゃん。 X これも完全新しいモデルになっております。はい、でこちらは、面が100で、重さが 315g、はい、97のそのまま面を100にしたバージョンになっております。素晴らしい、素晴らしい。97ちょっとちっちゃいし止まへんなっていう方はこちらを使えてもらえばっていう感じです。はい、はい、これは人気出ますね、はい、100でね、そうですね、はい、プロスタッフが使えるという時代になってます。でも300がちょっと軽いなっていう方はこちらを使います、はい、そうですね、まあ、一応97L もございますので、はい、3機種比べていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ありがとうございました。プロスタッフ打ち比べということで、はいはい、ストロークからやっていきましょうか。はい、はい、断然100が打ちやすかったです。これは100打ちやすかったですね、はい、文句なしです。まあ、X ね、あ、 X です、はい、X がもう文句なしで一番打ちやすいです、はい、一言で言うと超素直、うんうん、まあプロスタッフ97をもう素直、プロスタッフ97の素直さをそのまま飛びやすくした、うん、ピンかかりやすくしたっていう感覚ですね、うん、僕の中では、うん、なんか97のプロスタッフよりコントロールしやすくなってます、うん、普通面がちっちゃい方が僕はコントロールしやすいイメージを持ってるんですけど、面100の方が僕はコントロールがしやすいと思いました。まあスピンとかのコントロールがしやすいんじゃないですかね、高さを出すとか、はいはいはい、そういう必然的に深さのコントロールとか、うん、そういうのがしやすいって感じるんじゃないですかね。そうですね、うんうん、でなんか重みもこれまた感じないですね。そうですね、なんかやっぱ面が大きくて重量があるラケットって、はい、なんていうんやろ、まあ、面が大きいラケットって100とかって基本的にはなんかピュアドライブとか、うん、オーブンスペックが多いわけじゃないですか、割と、うんうん、だから先が重たい、ちょっとこう先の方にバランスがあるっていうのが多いんですけど、うん、そうではないので、はい、結構珍しいというか、うんうん、感覚、そうですね、よりだから自分からしっかりスピンをかけに行ったりとか、するのがやりやすいというか、うんうん、勝手にかかるというよりはかけに行ったり、ね、調整がしやすい、そうですね、はい、で今回ね 97L もあったじゃないですか、はいはいはい、これ僕なんかまたちゃう意味でちょっと感動したんですけど、なんか僕もその 97L はちょっと打感が違いましたね。違いましたね、うん、全然別物だけとかっていうぐらい、うん、まあ比べるってなったら97と比べた方がいいのかな、まあまあまあ、面の大きさ的に、ね、はい、まあ290とちょっと軽めにはなってるんですが、うん、自分から回転をかけに行くと、まあ、1.5 倍から2倍まではいかないですけど、超スピンがかかりやすい、回転がかかりやすかったです、ね、僕はなんかガットがこうギュッと食いつく感じっていうのもすごく感じれたし、うん、この X と 97L ではもうほんと別物ですね、うん、はい、100の方がカチッとしてるし、カチッとしてコントロールがしやすい。 97L っていうのはどっちかというとこう回転をかけてコントロールをしていくっていう感覚の方が僕は合ってるのかなと思って、で結構 97L は僕女性向けだと思います、うん、まあ、実際ね僕はお客さんでもこのシリーズを使ってる人多いんですよ、いますね、多いんですよ、うん、打ちやすいですって結構買う方多かったんで、うん、で X の場合は結構どちらでもいけるかな、うん、男性女性、まあでもまあ男性向けの方がいいのかなと思うんですけど、でも面100もあるし、で重さもそんなに感じない、女性でも全然打っていただけるのかな、ガンガン打っていく女子とかだったらいいかもしれないですね、うんうんうん、テイクバック大きめの女性、そう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 、ね、はい、でボレーもしていきましたが、97Lはちょっと軽いかな、まあ、僕はでもなんか僕の中で 97L は、まあ、もちろんスピンはかけたらめっちゃかかるし、はい、まあ、軽いっていうのもあってよりこう早くかけれるからかかるっていうのもあるんですよ、うん、でも僕の中で一番いいなって感じたのは僕バックハンドが一番良かったんです。あ、ストロークね、正直ストロークね、まあ、ストロークになるんですけど、ね、はいはい、で、フラット系が意外と僕はスッと行ってくれたんですよ、うん、打球感的に、うん、でボレーもその感覚で、うん、結構まっすぐ当てたら、まあ、扱いやすいというのもあるんですが重量的にね、うん、
結構なんかスッといってくれたんで、うん、僕はボレーは97ヘルが一番打球感的には気持ちよく打ちやすく感じました、うん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 、打球感っていうのは分かるかも、うん、なんかこうグッとくる感覚が僕もありましたね、うん、こっちねこの X は弾く感じなんです、うんうんうん、やっぱ詰まってるからですかね、うん、もうどう見てもね 97L の方がなんかこう広いし、うん、ガットの目が、うん、まあ硬いなっていう感覚が少なかったかな少なかったですね、はいうん、もうほぼないに等しいぐらいのレベルでしたね、うん、だからある意味ガットをいろいろ変えたりすると、うん、ガットの良さが結構分かるゲストなのかもしれないですね、まあうんまあ、面の大きさもあるし柔らかいガット貼ってもらってもいいと思うんですね、うん僕結構メイン100慣れてるんで、うん、メイン100の感覚でいったんですけど、うん、なんかちょっといつもと違いましたねそうですね、うん、でもこれはやっぱポリを張りたいですねあポリ張りたいですね、うん、メイン100はそうですね、うん、コントロール良くなると思うんですけどね、うんまあ、今ちょっとナイロン張ってるんでねそうですね、うん、ちょっと反発性もあると思うから、うん、ちょっとコントロール力って落ちるかもしれないですけど、うん、ポリになったらまた違う味になってくると思うんでねうん、でもやっぱりボレーはね重みがあった方がちょっと僕自身はやりやすいです、ねうん、これだってもともとなんか315ですよね、はい、X とか315とかだと、はい、それでも軽いって思ったから、うんうん、なんかあんま軽いのかなっていう感じでしたもん290だったら、うん、よりちょっと軽いぐらいなんで僕はやっぱ X の方が良かったかなと思いますはいサーブそうですねサーブね僕ねあ X 回転かけやったもうめちゃくちゃ回転かけねもうダントツですねこれなんかちょっとイメージと違いましたね X はダントツでさな回転系がいいですね、はい、なんかこれこの 97L の方が今まで回転かけやすいって言ってたじゃないですか、うんうんうん、なのにサーブになったらそうですね X の方が回転かけやすいっていうダントツでしたねね、うん、これ何なんでしょうねまあまあ面の大きさとかもあるんかもしれないですけどうん、うん、振りやすさはかなりあるからそうですねうんやっぱこれちょっと軽いっていうのが、まあ、97L に関してはかけに軽さもあるしかけに行ってしまうとスピンサーブとか、うん、やっぱちょっと浅くなってしまうような感じになっちゃうかもしれないですねかかりすぎちゃってそうなるほどですので、重さもあってちょうどよくこう、まあ、ストロークでも言ってたんですけど深さの調整がしやすかったので、うんうんうんスライスもスッと走ってくれたので、うん、回転系は X ですねそうですね、うん、フラット系はちょっと僕飛ばなかったああまあまあ確かに飛ばないっていう部分はやっぱり若干ありますそのバランス的な部分もあるし、うん、そう、うん、フレームの形状もあるしそうやね、うん、特にサーブとかって先がこう重たい方がやっぱりこう走ってくれるからボールもよく飛んでくれる、うんうん、ちょっと自分からフラットの時はちょっと自分から前にこうコートに入れに行かなあかんなみたいな感覚があったんでその点やっぱり回転系はなんかいつも通りの感覚でいつも以上の回転がサーブかかってくれたはい、僕はもう X 推しです、ねうんはい、オールラウンドでなおかつ年100、うん、そうですよね、うん、これ順番で言ったら 97L じゃないですか、はいまあ、まあまあ一番簡単なの、はい、これ間ですよねだから要はまあそうですかね X と、うん、こんな感じですよねでも全然これからの競技者プロスタッフ使ってる方、うん、全然これ増えると思うんですけどね僕はあ100の特に女子、うん、特に女子の選手、うん、増えてもおかしくないと思うそうですね、うん今回全然この97はねこの前ちょっとレビューもらったんで、まあそうですね、比較させてもらったんであんまり触れなかったですけど、うんまあ、97と100もこれもまた違います、うん、そうですね、はい、なのでぜひ皆さん使うときは日本どっちも使ってもらった方がいいと思いますね、うん、それで選んでもらうのが一番だと思うので、うんまあ、女性は100だと思うので、うんまあ、それから 97L、まあ、女性は 97L です、うん、100はちょっとやっぱ315g あるんで重たい実際ね僕ら軽い軽いって言ってるけど実際数値的には315あるし、うん、ちょっと重たいですよねガンガン行く女子の選手、うん、女性の選手はいいと思います、うんうん、大きく引くね、うん、テイクバック大きい人ね、うんはいまあ、そんな感じの3種類ということで、はいまあ、お気に入りはやっぱり X でしたね僕は X 好きでしたねは、うんはい、なので皆さんもぜひ、使っていただければいいかなと思います、はい、ではありがとうございました。